初期スバルってこんな感じだったんですか。初期スバルはそれじゃあみんな今日も放送やっていくんすよ。今日は何しようかな。あれじゃあね、これかわいい、もっとアヒルだったぞ。どういうことやねん。でもさ、なんかさ、初期スバルすごい自分でもびっくりするんだけど、なんかね、3ヶ月とか半年前ぐらいの切り抜きとか見てるとさ、声違いすぎて誰ってなるんだけど、え、スバルさ、どんどん声低くなってるよね。え、なんかさ、嫌なんだけど、なんか別に意識してないんだけど、どんどん声が低くなってる。ねえ、やだー。え、低くなってるよね、マジで。声変わりしてってる。え、なんでこんな声になっちゃったんだろう。いや、なんか、全然声を変えよう。まあ、なんだっけな、声をぶっ壊した後にちょっと低めにするかっていうのはあったんだけど、ここまで低くする予定などなかった。いや、なんかさ、聞いてくれるじゃん。なんかね、多分意識的に勝手にそうなったんじゃないかと思う。こっち見て、見てるよ。はあ、うわ、でも可愛くなりたいよ。でももう無理だ、一人で体育祭してるからねえ。可愛い、ありがとう。こういうさ、みんなには見えてないと思うけど、スバルがさ、可愛い、ありがとうとか言った後にめっちゃスって真顔になってんの伝わるといいな。こんにちは。こんにちは、大空スバルです。よろしくお願いします。諦めるのはまだ早い。そんなことを言われたってね、そんなことを言われたってね。声が細い、これ以上太くすると戻っちゃうから。ヘリウムガスじゃない。